こんにちは、うさんこです。ファスナー10センチを使ってこんな小さなポーチ作りたいと思います。高さ5センチ、横7センチ、じゃんじゃん、キャラメル型です。ここ切り替えにしました。柄に向きがあるタイプです。こちらとは違います。柄に向きがあるだけじゃなくって、中も縫い代が見えない本格仕様です。中まですっきり綺麗。ミニキャラメルパウチの作り方、材料はこちらです。表布をこう縫い合わせて作ります。横幅はファスナーの全長です。縦方向は5センチ、4枚全部同じ大きさです。表布を2枚組み合わせて縫い代 0.5 センチ、表からも縫い押さえて1枚の布に仕立てます。裏布も横幅はファスナーの全長です。で、縦方向は9センチです。お好みでタグを用意してください。1.2 センチ ×5 センチが2本です。縫い代 0.5 センチで縫い合わせて表から縫い押さえます。縫い代を片側に倒して表から縫い押さえます。はい、表布の完成です。裏はこんな感じ。ちゃんと縦方向が9センチになってました。ファスナー縫い付けていきます。ファスナーの金具を下向きにして表布の端から5ミリのところに縫い付けます。ファスナー端から5ミリのところを縫っていきます。縫えたら裏布を中表に重ねます。表の縫い線の2ミリ下を縫っていきます。縫えたら表布と裏布をしっかり重ねて、で、表布を縫い押さえていきます。こんな感じ。ファスナーの反対側にも縫い付けていきます。表布はファスナーの金具を下向きで端から5ミリのところに縫い付けます。で、中表に裏布を重ねて、で、縫えたら表から縫い押さえます。はい、縫えました。このタイミングでタブを仮縫いしておきます。ポーチに組み立てていきます。ファスナーは半分ちょっと開けておいてください。表布は表布、裏布は裏布と重ねます。それぞれの底を縫いますが、裏布の底に返し口を作ります。そこを縫い代1センチで縫います。縫い代は開いておいてください。ファスナーは半分ちょっと開けておいてくださいね。ファスナーの中心とそれぞれの布の中心を合わせます。中心を全部合わせたら、表布、裏布それぞれ中心に向かってサイドの布を均等に折り込んでいきます。縫い押さえたところがだいたい中心になるので、そこをつまんでこんな感じ。クリップを使いながらだと作業しやすいです。反対側も同様に折り込みます。サイドを縫います。ファスナーの際です。だいたい縫い代 1.5 センチになる予定です。
縫えました。縫えたら表に返して返し口を縫い閉じます。できました。ちっちゃくて可愛いです。横が7センチくらい、縦が5センチくらい、中はこんな感じ。すっきり縫い代見えない本格仕上げです。ちっちゃなアヒルさんも入っちゃいます。同じ布サイズで作ったんですけど、なんかちょっと大きさが違うのはご愛嬌。ちっちゃくって可愛いので、皆さんもぜひ一度作ってみてください。